夏潮型潜水艦は、海上自衛隊が運用していた、通常動力型潜水艦。同型艦は2隻、建造費は2隻で35億9400万円。計画番号は S116。林岡田の発展型として設計された。耐圧核の使用鋼材は、基本的に前型と同じ NS30、高張力鋼を素材としているが、フレームのみ。 より強度が大きい NS46 に変更された。指揮官も基本的に前型と同様であるが、ネームシップの蓄電池は変装型ファイバークラット式鉛蓄電池に変更されていた。また燃料搭載量も拡張された。これらの解説系に伴い、艦の全長は林岡田と比して2メートル長くなった。発令職角は延長され、大型のスキャニングソナーである。 JQS-3 単身儀が発令所下方に昇降式に装備された。保護のため、官邸に袴状引き込み等が設けられたため、鎮座には不便となったが、安定性には問題ないとされた。なお、前型では、潜望鏡が1本しかないことが問題視されていた。ことから、本型では、電子潜望鏡を新規開発して搭載することも検討されたが、これは実現しなかった。 ありがとうございます。